白井鉄作り、白井鉄作りは、宝塚歌劇団の演出家。宝塚歌劇団元理事長。レビューの王様と謳われ、宝塚レビューを形成した大一人者である。静岡県周知郡犬村犬生まれ。本名は、白井小太郎。犬井人情小学校を卒業後、浜松日本型染め株式会社に入社したが、1917年に、 退社し、ダンサーを目指し状況。1919年、小林十三が国民劇創設のため作った男子養成会の創設メンバー、男子専科生、第2期生として宝塚入りしたものの半年ほどで解散の事態に遭う。後に、宝塚の先輩演出家にあたる岸田達也と出会い、1921年、演出家として宝塚歌劇団に入団。 翌年、月組公演、金の羽にてデビューを果たす。1926年、宝塚のスターであった、大っき美子と結婚。1927年、日本初のレビュー、モンパリの振り付けを担当。1928年、宝塚歌劇団創始者、小林の命により、レビューの本場パリへと、本場のレビューに圧倒された白井は、約2年間の修行を積み、 1930年、帰国後、第一作に、パリゼットを発表。全20話、上演時間1時間半の大作であり、ダチョウの羽を使った、羽線、タップダンス、それまでは、白塗りだった舞台メイクが、動乱になり、足を高く上げる、振り付けのラインダンスなどが、日本初登場した。また、この作品の主題歌で、白井が作詞を担当した、すみれの花咲く頃、 お、お宝塚などの現在まで歌い継がれている愛称歌も誕生した。その後再度投資、ローズパリ、サルタンバンク、ブーケ・ダムール、ラ・ロマンス、話し集などの大ヒット作品を次々に発表。また、宝塚発の一本立て作品、グビジニア、氏物語などの著名な作品も残している。1941年には、旗豊よきちと東方国民劇を創始した。 長年の歌劇への功績をたえ、1964年には、四十号賞を、1970年には、訓四等曲実賞受賞を受賞。1982年には、浜松市名誉市民に選出された。1983年12月22日、宝塚歌劇団の創立70周年を見ることなく、貧血症により死去。83歳没。 1979年に発表したラベルだから図下に至るまで約60年間およそ200の作品を作り続けた。浜松市に白井鉄作り記念館がある。なお墓所は父親の出身地でもあった愛知県豊橋市にある。自家弟子に横沢秀夫がいる。白井鉄作り記念館紹介文記載日本初のレビュー、モンパリでもラインダンスは登場したが、 足を高く上げる振り付けではなかった。行動する遺憾、旗豊吉と、丸木佐渡、森明秀、TBS ブリタニカ、1998、P21、二川塾と宝塚歌劇団。ありがとうございます。